今日はね、お話し会をしたのよ。よいしょ。あらあら、お話し会をしましたよ。ちょっとリップだけ鳴らして。私の使ってるリップはこちら、ロム&の08番ベリーダイビング。これちょっとピント合ってますかねっていう感じで、こちらがおすすめですね。で、仕上げに私の大好きな柏木由紀さんのニューピンクのグロスを塗るとプルプルになります。プルプルになったということで、皆さんお待たせしました。キャッチフレーズからしていこうと思います。いきます。福井県といえばカニ、恐竜、はい、ヒユカ。はい、ということで皆さん、本日はオンラインお話会ありがとうございました。あのね、本当に今日ね、でもいつもなんだけど、もう本当に今日も楽しくて、まあ、ずっとニコニコが止まらなかったんですけれども、昨日ね、実はショールーム配信したんですよね。2日連続配信ということなんですけど、実は昨日ちょっとあるトラブルが起きちゃって、あのランキングを読まずにね、途中であの中断しちゃったんですけれども、あのなので今日はその昨日のランキングをメモってあったので、そちらを読んでから配信スタートしようと思います。昨日もね、来てくださった方も、今日見てくださってる方もありがとうございます。もしかしたらね、昨日来たけど今日来れないっていう方もいるかもしれないけど、読ませていただきますね。では13位の方から、昨日のやつね。昨日13位ウィル6番さん、ありがとう。そして12位チョークさん、ありがとうございます。11位ごめん先生、10位ケンティ、9位フルちゃん、8位マックスさん、7位ケイシンくん、6位ワンタカさん、5位ゆりちゃん、4位ショウくん、3位島田和之さん、2位ヒロさん、そして1位がナーラブさんでした。はい、もうタワーも立てていただいたりね、ヒロさんもありがとうございました。そして皆さん本当にありがとう。ちょっとね、メモったからこんな感じでここにね、はい、見てください。みんなありがとうっていう感じで、ありがとうございました本当にね。味綺麗、ありがとう。そう、ちょっとね、時間なくてパパッと書いちゃったんだけど、ありがとうございました本当に。この子は私だよ、今日の私。今日ポニーテールだったから今日の私です。ありがとうございました本当にね、ありがとう。そう、昨日は急遽ね、読めなかったから、ありがとうございます。ということで本日も配信していこうと思います。本日は昨日どこまで話したかな、結構昨日の配信がね、すごい久々の配信だったから、ちょっと思い出、その配信できなかった期間にあったイベントとか思い出を話していたんだけれども、多分昨日話したのはリニューアル前最後の公演の話で終わったっけな、だった気がします。うん、だったかな。茨城話したっけ、どうだっけか。そう、まあ、フリートークでもいいか。でも本当に思い出溢れてるんだけど、もう茨城もすごい楽しかったし、あと、あ、茨城話したか。茨城話したし、あと今日ね、輝きちゃんの旅が放送されたんですけれども、まだね YouTube には上がってなかったから、また上がったら改めて告知させていただきます。なので待っていてください。はい、あとね、最近私動画編集にハマっているっていう謎の趣味ができてしまいまして、今回の永平寺長編の輝きちゃんの旅、結構オフショットをたくさんゲットしたので、それをまとめた TikTok を本日か、 YouTube が上がってからにしようかな、 YouTube が載ってから TikTok も上げようと思うので、結構編集頑張ったんで、ちょっと YouTuber 気分で頑張ったので、ぜひとも皆さん
ご覧くださいという感じでございます。あ、ソフトとか全然なんかそんな本格的なものじゃないんだけど、スマホで編集しました。そう、でもね、いつしかね、パパパパってパソコンの方がやりやすいっていうのは聞いたから、やってみたいなって気持ちはあるんだけど、一旦ね、そう、まだ初心者なのでスマホでちゃちゃっとやってみましたけれども、はい、ぜひともお楽しみにしていてください。今回のね、輝きちゃんの旅、永平寺編ということで、永平寺はね、すごくすごく自然豊かで、プラス結構ね、伝統あるものだったり、あと食べ物も美味しかったり、すごいね、福井の良さがギュッと詰まった街になっているんだけれども、まあ、それで言うとですよ、17日ですね、もうあと3日後か、福井の出張公演がございます。楽しみだよね、めっちゃ楽しみです。もう本当に凱旋公演というんですかね、私の地元でやるということなので、もう皆さん今日のオンライン話会も結構ね、そのお話も多くありましたし、いやー楽しみですね。ハピリンホールで行いますよ。いやー楽しみ。そう、気分はどう？そうだな、すごい楽しみだし、でもなんかあんまりまだ実感湧いてないかも、正直言うと。そう、なんか地元でみんなでやるんだみたいな、そう、まだ実感湧いてないんだけれども、でも立ったらね、ステージ立ったら絶対福井だってなると思うから、楽しみ、まあ楽しむ気持ち一番で頑張っていけたらいいかなと思います。うん、そうね、皆さん結構ね、やっぱり出張公演ね、なかなか当たってないよって方も多いからさ、そう、来れる方多分限られてるかもしれないけど、配信も多分後日放送されると思うから、そちらをね、来れない方は楽しみにしていてほしいなと思います。私はとにかく頑張ります。えいえい、はい、そんな感じですかね。あと月曜日ですね、 あと明日もですね、明日はオンラインお話し会、また2日目ということでね、もうぜひとも皆さんたくさん、ただたくさんお話ししましょう。もう本当になんか私さ、やっぱお話しすることが大好きなんですよ、改めて感じましたね。うんうん、本当に大好きなので、皆さんぜひとも、はい、お願いします。そうですね、あとはお話しすること大好きだし、お話しすること大好きそれしか言ってないやんけーということで、なんかこの部屋すごい暑いですね、冷房つかないのかな、なんかこの部屋暑いね。じゃあ今日の髪型とか今日のコーデ紹介していく。今日はポニーテールをしました。最近ね、結構私自分でやる髪型でポニーテールめちゃめちゃ多くって、そう、よくポニテしてるんですけれども、ポニテはやっぱりね、皆さん好きですよね勝手な決めつけだけど、みんな好きだよね、ポニーテール、だからしてるんだよ。正直なこと言うと、ポニーテール以外の髪型が自分じゃできなくて、ヘアアレンジができないので、一番簡単なポニーテールにしてます。はい、もうだからポニーテールはやっぱり、うん、してます。うん、感じなんですけれども、はい、もう今日はポニーテールでやらせていただいております。はい、で服装はね、めっちゃ久々に着たんだけど、ちょっとシワシワ久しぶりすぎてシワシワなんですけれども、これいつ買ったっけな、高1中3とかそこら辺、結構前に買った服なんだけど、これ結構可愛くて、全身映るかな、よいしょよいしょ、あ、いて、こら、なんか扇風機、なにこれ、なんかに引っかかったけど、じゃじゃーん、こんな感じで、なんかね、片っぽだけ長いみたいな、なんかすごいのよ、すごいんです。まあそんな感じで今日はこんな感じでした。でね、今日ね、その私大好きなドクターマーチンのさ、サンダルを履いてきたわけ。
だから全身ブラックコーデで、ね、ブラックヒューカーだったんですけれども、あのドクターマーチンってさ、あの全然あの私大好きなので大好きなんですけれども、あの私の履き方、私の足が悪いんですけれども、めちゃめちゃ靴ずれするんですよね。で今もう靴ずれが痛すぎてちょっと一旦脱いでるんですけど、もうねやばいのよ。もう靴ずれ今ね 1,2,3,4,5,6 6箇所靴ずれしてるんだけど、これ全部ねこのドクターマーチンのサンダルで作られた、うん、形成されたあざなんですよ本当に。だからちょっとね、履きたい、めっちゃ可愛いのよ。しかもこのサンダルお見せするね見せるね。汚いか大丈夫か。こちらのサンダルなんですけど、めっちゃ可愛いのね。もうめっちゃ可愛いんだけどめっちゃ痛いのね。うん、という感じ。ちょっと悩んでますね。履きたいのに履けない。だからちゃんとなんかね、みんなにそれをビーバースで言ったのね。それ痛すぎてみたいな言ったら、そのテープっていうのかな、靴ずれ大丈夫テープみたいなあるらしく、それ貼ったらなんか大丈夫よみたいな、そうって言われたから了解っすって言って、じゃちょっとテープ、足のパワーパッドみたいなあるじゃん、あれ貼ろうと思います。あと靴下履くとちょっとは緩和されるのかな、靴下も履こうと思います。はい、そんな感じですかね。テーピングするとさ、結構なんかさ怪我してるのかなってなるじゃん。テーピングまあ全然ありですけどね、ありという感じですけど、いやーでも今日は本当にいい日になった。でね、今さ実はさ美味しいものを食べていたの。利久ってわかる？利久で合ってるよね。こちらじゃん、牛タン弁当を食べているの。いいでしょ、私牛タン好きだからさ。そう、しかもなんかめちゃめちゃいいこと書いてある。なぜ利久の牛タンは創業当時から変わらずお客様より愛され続けているのか。それは職人の手によって一つ一つ丁寧に切り分け味付けをしているからだと私たちは信じています。おー素晴らしい。牛タンの柔らかく本当に美味しい部分のみを使用して丹念に焼き上げる利久の牛タン弁当は、そんなお店の味をそのまま皆様へお届けします。へーという感じでしっかり届きました。めちゃめちゃ美味しかったです。てかめっちゃ柔らかかった牛タンが、普通にパクっていけましたね。案件ちゃいます。はい、ノット案件という感じなんですけれども、いや素晴らしいね。やっぱり私はね、お肉の中でも牛タンが一番好きですから、もう今日のねあのお弁当ずっと楽しみに生きていました。うん、2日前ぐらいからなんか送られてくるのよね、この日のお弁当でこれですみたいな、来たこれと思って、牛タンじゃんってなって嬉しい、いっぱい食べました。グー、牛タン人気高いよね。結構メンバー皆さん言ってた気がするし、なんかもうこれのために今日来たんだよ、いやそんなことないでしょっていうぐらいね、そんなこと言ってた人もいましたけれども、もうねやっぱり美味しいね牛タン、いいね。うんうん、そんな感じで今日のヒューカでした。で今日も実はあの動画を撮ってまして、そうだからあのまた TikTok にもう YouTuber ってちょっと勘違いしちゃうぐらい編集最近ハマってるので、ちょっとまた上げますね今日の様子も。結構ねみんななんかウィバースでちょこちょこさ寝ますとかさ仮眠しますとかちょこちょこ送ったりはするんだけど、まあ、お話し会の時休憩の時とか何してるんやろひゆかちゃんと思うと思うのであげますね。はい、そうでも編集なんか楽しいの。結構なんかまあ結構時間はかかるんだけど、いつの間にかもう夢中になってずっと出会っちゃってる。え
わお、ここにさ、ほくろできたんかなと思ったらさ、あのサイン書いたマッキーやった。ほくろマッキーってこと？どういうこと？そう、ほくろマッキーができてしまいました。今日サインもいっぱい書いた。みんな受け取ってね、ちゃんとね。サインてか、私のサインってやっぱ可愛いよね。私のサインってめっちゃ可愛いんですよ。今日いっぱい褒められた。なんかサイン今日ね、あ、こしちゃんと写真撮ったんだけど、こしちゃんとね、横の席だったのね。隣、お隣さんだったの。だからこしちゃんが急に、ひゆかさんのサインってめっちゃ可愛いですよねみたいな、生で見れて嬉しいみたいな。私のサインのファンでびっくりしましたね。とか言って、ほんまですかとか言ったら、はいみたいな、めっちゃ可愛いですね。そう、だから嬉しくてつい写真撮りましたね。コーヒーとカーニーっていう感じでねそう撮りました。そう、こうしたら仲いいからねとか言ってさ、勝手に私が思ってたらどうしよう。こうしちゃん、私たちって仲いいよね仲いいっていうか、喋るんですよ、よく。なんでだろうね、偶然かな。そう、こうしちゃんと喋るんですよ。でもこうしちゃんどう、勝手に私が仲いいと思ってるだけかな。お返事待ってますという感じなんですけど、話しやすいって言ってたよ。あ、本当？嘘嘘、嬉しい。そうなのそうなの、あのね、あれ、夢見てごめん、恋してごめんの MV というか、あのポジションがね、新芽なんですよ、こいちゃんと。そう、そこからお話しするようになりまして、今では大の仲良しですこいちゃんに怒られますね、こんなこと言ってたら。こいちゃん、仲良くなりたいよ、私は。待っているよ。でもコシちゃんから話しかけてくれることもあるから嬉しいのよ。ひゆかさんって言われる楽しそうな子です。はい、でもみんな可愛いのよ、本当に可愛らしいわ。そうで、アンレイムもね。そうなんですよ、アンレイムね、月曜日ありますから。え、ねえ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 、あのさ、今日オンラインお話し会あったじゃん、明日もオンラインお話し会あるじゃん、でその次の日がアンレイムのファンミと対バン2個かなあって、そこから福井県出張公演、その次長野かな、長野出張公演、新潟出張公演で握手会。嬉しい。え、みんなどう思う？みんなと一週間一緒なんだけど、ずっと一緒だよ。マジか。そう、イベント盛りだくさんで嬉しすぎる。そうだから忙しいから、ちょっと頑張って体力つけて気をつけるね、体調には。え、みんないるよね、みんな待ってるよみんなね、待ってるよ、会おうね。握手会もね、そう、嬉しかった、みんな来てくれると言ってくれたので。そう強制じゃないよ、みんなと一緒に過ごせたら嬉しいな。ニコだよね。もうね、そんだけ結構イベントが立て込んでて最近。そうだからもう今日とかもさ、多分みんな話し足りなかったくない？私は話し足りなかったです。全く、ん？全く？全然全く全然話し足りなかった。なんかもっとさ、なんかこうだよね、いやそうだよね、こうだよね、そうだよねみたいなやり取り、あと100回ぐらいはできた。そう、全然話し足りなかったわ。でも楽しかったわ、とても。ドボンもね、頑張ってるしね。そう、ドボン本当に皆さんありがとう。今ドボンやってますけれども、
ドボンね、今17位だったかな。そう、ちょっとすごく厳しいところではあるんですけれども、まあ、あと残りの期間一緒に頑張ってくれたら嬉しいなと思うし、そう、体験、体験、対決です、間違えた、頭回ってない、ごめんなさい、対決できたらしましょうね、ファイですよ、うん、頑張ろうねあれ、ピョンズさんが混ざってる、そうよ、ピョンさんすごいからね、本当に本当に、そう、さっきピョンさん、あ、ピョンさんとね、昨日2回連続当たったのよ、そう、だから嬉しかった、ちょっと頑張ります、私も頑張らないとね、そう、そんな感じかな、うん、あ、そう、アンレイム関連、アンレイム関連、アンレイム関連で言うとね、新曲が出たんですよ、皆さんもちろん聞いてくれましたよね、聞いた聞いた聞いた、めっちゃ良かった、めっちゃ良かった、ありがとうございます、そうなんです、あのキラキラチューンというね題名でして、もう題名からしてさ、めちゃめちゃキラキラポジティブアゲアゲ曲じゃないですか、そう、もうね、その通りめちゃめちゃキラキラアゲアゲ曲なの、めちゃめちゃいいのよ、で振り付けもね、もうダンプラーとか MV とか上がってるから分かると思うんだけど、キラッキラってっていう感じでやりますから、もうめちゃめちゃいいんですけれども、それにね、なんとゆきりんさんが反応してくださったんですよ、ですよ、びっくり、そう、ゆきりんさんがこれなんか なんていうの、おすすめっていうか、最近聞いてますみたいな、頑張ってるねみたいな、なんか素敵なさ反応をしてくださって、みたいな、私もごどみはした、ごどみした、うん、六度見でした。うん。本当に、ってなって、ゆきりんさんがみたいな。もう本当に嬉しくて、滝涙でした。そう。でね、私ももちろん反応するじゃないですか。ゆきりんさんありがとうございますみたいな。私なんて書いたかな、なんか前、一度ちょっとね、お会いしたことがあって、前お会いした時も声をかけてくださったのよ。アンレイム頑張ってるね、みたいな。頑張ってね、みたいな言ってくださったから、私も頑張りますね、みたいなことを送ったわけ。送らせていただきまして。さあ、ドキドキっと。返信が来たの、まず。でもそこにびっくり。みたいな。そしたら、坂川ちゃん頑張ってるね、みたいな。坂川ちゃんの笑顔は、なんか人を笑顔にするよね、みたいな。いいよね、みたいなこと言われて、もう、めっちゃ嬉しい、坂川ちゃんってなったの。ごめんなさい。めっちゃ嬉しいの次に、坂川ちゃんってなったんですよ。あれ、私、坂川ちゃんってちょっと、ね、結構サラダ坂川とかも、それの影響かもしれませんね。サラダ坂川からの坂川ちゃんかもしれないですけれども、ちょっとね、距離がね、やっぱりまだですね、うん、ちょっとまだかなって思ったので、うん、そう、ちょっと坂川ちゃんでした、まだ悔しい、もっとさ、私がさ頑張ればよかったんだよ、うん、坂川ちゃんでした、そう、だからね、いつしかサラダちゃんって呼んでもらえるように頑張ります、うん、サラダちゃんでお願いしますそう、あとその後に輝きフェスでもお会いしたんですよ、
でもその時もうお話できなくて、もう時間がなくてね、お忙しそうだったから、そうお話できなくて、そうありがとうございましたって言いたかったんだけども、あーみたいな、そうちょうどねゆきりんさんのステージの次が私たちのステージだったの、だからもう入れ違いみたいな、でも一瞬だけで頑張ってねみたいな感じだったから、でもあーって便乗してあーってやったんだけど、そうって感じ。だから次会った時には言うの、ゆきりんさん、ゆーピンクめっちゃ使ってます、ゆーピンクこんだけです、あと結構減りましたってまず言って、でそこからあのアンライブのコメントありがとうございましたって言って、いや全然いいよ坂川ちゃんって言われたら、あの一つお願いがあります、私坂川ひゆかはサラダちゃんって呼ばれたいですっていう、って言って呼んでもらうまでが、はい、私の目標ですね。ちょっといつしか会えたらいいなと思います。ゆきりんさん会いたいです、本当に大好きです。サラダちゃんでいいです、もうサラダちゃんで私はアウトオブ48もね皆さんに知ってもらえたこともありますから、そうという感じだからね、ひどい、みんなネタが古いなんて言わないでよ。サラダはまあでも最近ねサラダ食べてないからさ、サラダ坂川なんて言えないんですけれども、はい、そうちょっとね、でもサラダは歴史上に残る名前ですから、ぜひ皆さん、はい、サラダ食べていきましょう、本当に大事。まあそんな感じで私は生きておりました。皆さんは今日はどうでしたでしょうか。私は今日6時45分に起きました。最近ね何時に起きてたっけな、最近何時かには起きてたんですけど、6時45分久々に早起きしました。でも早起きってなんかいいね、めちゃ健康的な気持ちになります。でもそうちょっとデメリットもあって、起きるときはいいのよ、もうめちゃわーってイエーイって起きましたってなるんだけど、その今回のお話し会、明日今日と明日のお話し会が1部2部3部休憩4部5部休憩6部っていう謎のなんか休憩みたいな、みたいな、だからなんか地味にね眠くなるのよ。だから今日休憩の間2回寝ました。だからいい感じになんかバランス取ったんだけど、今日の夜寝れるかなっていう心配はある、正直。寝れるかな、寝れるか、気持ちの問題だよね。寝よう寝よう。あでもさ、ずっと喋っててごめんなさい、一つ私のこれ思ったことあります。皆さんさ、寝なきゃいけない時に寝れない時ってありません？例えばで言うと、明日朝早いから早く寝なきゃで早くベッドに入るじゃないですか。寝れないんですよ、そういう時に限って。めっちゃめちゃにこうやって寝れない、でも目がめちゃめちゃもう寝れないってなるじゃないですか。でも結局なんかいい睡眠ができなくて体調を崩しちゃったりとか、寝れないなみたいななるじゃないですか。これ分かったんですよ、人って結構逆のことをしたくなる性質があると思っておりまして、まあ、例えば昔なんてこれ絶対触っちゃダメだからねみたいな、これは絶対しちゃダメとか言われたことってなんかしたくなりませんか。なんかこれ絶対つけちゃダメだよ、つけないでねみたいな、これはつけないダメだよって言われたらなんか気にならない、つけてみたいみたいなさってなるの。だから私は気づいた、
寝よう寝ようと思ったら寝れないんですよ。もうなんか逆のことをしたくなるから、だから寝ちゃダメだって思って皆さん寝てみてください。いや今日は寝ちゃダメ、今日は寝ちゃダメってなってるので、これ本当にこれリアルリアルです。うん、そう、これ本当にぜひとも寝ちゃダメだと思って寝てみてください。そう、ちょっと試してみて。これ本当に本当にこれ本当の、私今までもう気づかなくて、それに長年の間ずっといや寝ないと寝ないとと思って、ずっとやばい寝れない寝れないでどんどん焦ってきて、もっと寝れなくなるんですよ。でこれをもうずっとずっと繰り返してましたけれども、もう逆にああ今日は寝ちゃダメ、今日はずっと起きてるぞ、ずっと起きてるぞってなるんで、これ本当に皆さんおすすめです。そう、あとカフェインを取らないことね。寝る前に、寝る前にカフェインは取ってはいけませんからね。皆さん分かりましたか。はい、まあそんな感じですかね。はい。でも眠たい時ね、でも最近私もね、その疲れ切ってる時とかはもういつの間にか寝てるの、記憶ないみたいな、いつの間にかチチチチチチ、なんか眩しい、何時だって慌てて携帯見たら5時とかね、絶妙なね、いや5時かいみたいな、でもなんかいつ寝たんやろうと思いながら二度寝しますけど、そう、あるあるですよね。そう、でも最近なんかね、お風呂キャンセル界隈が流行ってる、流行ってるのかな、なんか分かんないけど、お風呂キャンセル界隈みたいな言葉をよく聞くんですよ。でなんか友達とかも今日はお風呂キャンセル界隈しますみたいな言ってたから、どういうことやろうと思ったんですけど、私お風呂キャンセル界隈ができればしない方がいいじゃないですか。そう、だから私もお風呂キャンセル界隈にならないように必死に生きてますね。逆に抵抗してます。ノットお風呂キャンセル界隈って感じで、はい。そう、私はちゃんとお風呂入ってメイクも、そうメイク落とさず寝るとね、もう終わったと思いますから、女性の皆さんなら分かると思うんですけど、もうねメイクしないでね、メイクしないでメイクしたまま寝るともう絶望なんですよ。その朝もう鏡見て、私ミラータイムしませんもん。あのミラータイムっていうのは、私あのよくミラータイムをするんですよ、お風呂に入る前に。で今日もいい感じやねみたいな感じでミラータイムするんですけれども、あのミラータイムできない、本当にね。メイク落とさず寝ちゃった場合、こうやって鏡見た瞬間、いやムンクの叫びですよ、ヒユカの叫びっていう感じで、もう本当にミラータイムなしで飛び込みますもんね、お風呂に。はい、水泳習ってたんで飛び込みます、全然。うん、という感じですね。だから皆さんね、ノットお風呂キャンセル界隈で行きましょう、頑張ろうね。今日も私も、今日も私も、今日もお風呂ちゃんと入ってみんな寝ようね。うん、はい、という感じ。こんな話どう思いますか。皆さん会いたくなった、私に。うん、まあ、ちょっとでもね、なんかなんだこの子気になるなと思った方は、握手会でも、握手会なんなり、オンラインお話会なんなり来ていただけたら、もうめちゃめちゃこんな話いくらでもしますから、ぜひともね、はい、来てください。うん、そう、雑談の方が好きですか。もうこんななんか意味のわからない話ばっかりしてますけれども、私いいんですか。そう、そんな感じやね。うん、でもね、結構私さ、プールを、そう、水泳を習っていたんだけれども、そんなこと言うてもさ、習っていたのなんて小学校3年生までとかなのよ、3、4年生だから、もう今なんて海とかプールも最近行ってないですから、うん、ちょっと
と泳げるか不安ですけれども、まあ私得意な泳ぎは背泳ぎ、これです。うらうらってやるやつね。でこれめっちゃ鼻に入って水がねめっちゃ痛いやつですけれども、これが一番得意でしたね。はい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 。でもね、これのデメリット、こちらもございます。この背泳ぎのデメリットって、あのね、プール教室行ってた方とか、まあ、分かると思うんですけど、皆さんレーンに、なんかレーンを仕切るやつあるじゃないですか。あれなんて言うんだろうな、あるじゃないですか、こんなやつで、めっちゃ結構頑丈な仕切るやつあるじゃないですか。そうで、背泳ぎって前が見えないわけだから、進んでるのか、まあ、かあの天井を見て感じるんですけど、あ、進んでる進んでるって思うんですけど、まあ、この進行方向が見えないじゃないですか。だからね、めちゃめちゃぶつかるのよ、ロープにバーンとかさなるんだけど、しかもね、この手がね当たるのよ、バーンって、めっちゃ痛いの。みんな知ってる、あの痛さ。私も今でもゾッとするんだけど、めちゃめちゃ痛いの。だからもうまっすぐ泳がないと、かなり危険な泳ぎなんです、あれは。めちゃめちゃ痛いよ、パーン、あーって、それで立っちゃうとか、もう全然あります、ありえますから。もうでさ、テストの時とかってさ、もう泳ぎ切らないとダメじゃん、途中でこれ立ってティーとかやっちゃダメじゃん。だからさ、もう痛くてもやれ続けるしかないの、どんだけ当たっても。思い出すだけで胸が痛いですけれども、皆さん気をつけていきましょうね。うん、そう、これでも好きでした、結構。なんかうい、ういういういって感じ、結構楽じゃない、なんかあんま楽だよね、結構なんかはい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 っていう。そう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 、あとは平泳ぎも得意。平泳ぎはね、スンスン、あれいいよね、ちょっと疲れるけどね、平泳ぎいいね。平泳ぎは私結構カエルに似てるんですけど、自分で言うのもなんなんですけど、ちょっとなんかカエルっぽいんですよ、顔がカエルに似てるので、だからあのカエルっぽい泳ぎ得意です、平泳ぎは。でこんな感じだよ、なんかかき分けろみたいな感じだよね、シュッシュッ。いやもうこれでうまさ伝わってるでしょ、絶対分かったでしょ今ので、うまさ絶対伝わってる、これ私うまそうでしょ、めっちゃうまいんですよ。そう、まあそんなこともしてましたし、一番苦手な泳ぎ、こちらクロールです。クロールってさ、一番最初に習うじゃん、もう基礎的な泳ぎじゃん。でも私クロールの試験テスト、もう3、4、5回ぐらい落ちた苦手すぎて、溺れるのよ、なんかうわクロール本当に苦手だった。しかも息継ぎの時にさ、水が口に入ってゴホゴホみたいな、嫌だったな、クロールめっちゃ苦手、クロール本当に苦手なの。そう、苦手だった、めっちゃうわーみたいな、嫌な思い出がありますけども、まあ一番好きなのはやっぱボビングですね。ボビングは好きでした。ボビングは得意な泳ぎですね。うん、はい。ボビングあれ楽しいよね。めっちゃ息吸うよね、上がった時。バタフライも泳げますよ。バタフライ結構好きだけどね。え、今できるのかな。バタフライ簡単だよね。でもバタフライの、はい、こちらもデメリットございます。バタフライの時はもう息継ぎが結構必死なんですよ、もう。でもその一瞬でって吸わないといけないから、結構前から見た時にちょっとフェイス is a so so bad OK、うん、ちょっとあの必死さが伝わっちゃうっていう、こんな顔
ちょっと、face is a bad, so so bad, sorry という感じで、そう、あんまり見られたくないですね、バタフライしてるときはね。懐かしいね。うわ、懐かしい。水泳懐かしいな。今できんのかな、ちょっとわかんないけどね。ゴーグル懐い、ゴーグル懐いな。外した後絶対ここアッとついてんのよね、ゴーグルの跡がね。私のゴーグルはね、黒ピンクでした。おしゃれっしょ。やっぱ最先端をいつでも走ってるんで黒ピンクでしたね。ここが黒でピンクのチューブみたいな。でもうめっちゃギッチギチにこうやって押して懐かしい。こうやってグーッと押して、もう絶対水入らんようにしてたのに、飛び込みの時とかにさ、衝撃で外れちゃったりしてさ、もうあーってなったりもしたわ。懐かしいね。でもこうやってパワーってやってたよね。ゴーグルって絶対ずれるよね。もう本当にずれるの、ずれないゴーグルないのかな、って思ってました。懐かしい。ビート板懐かしいね。ビート板ちょっとでも綺麗なやつ狙って走るんだよね。ちょっとしかも走っちゃダメだから、早歩きね。そう、プールサイド絶対走っちゃダメじゃん、滑ったりして危ないから。そうだから、もう早歩きで競歩選手レベルでちょっと早歩きして、ちょっと綺麗なビート板狙うんだよね。なんかあんま欠けてないやつね。ちょっと綺麗な、あたたたたた、やってたやってた、懐かしすぎ。そう、私はねピンクだったかな、ビート板。なんか男の子が青で女の子がピンクだったかな。そうで、こんなんしてこれでまたなんかやったやった、え、懐かしい。めちゃめちゃ懐かしいね。そう、やりましたやりました。そう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 、懐かしい。やりましたね。楽しかった、あの頃は楽しかったですよ。もうよくでね、なんか最後はみんなで自由時間みたいなやつがあって、鬼ごっこしたりとかして、あとなんか耐久潜る、用意はいみたいな、で一番最初に上がった人を負けみたいな。あれ結構危険だよね。あれあんまおすすめしないっす。あれ結構私苦手でしたね。用意はいでみんなで潜って、誰が生き続くかみたいな。私めっちゃ苦手なんですよ、あれ。なんか水の中って怖くない？正直。そう、怖いからなんかもううわーってなって上がるんですけど、あれ危ないっす普通に。みんなあれ気をつけようね、無理はしないこと。で私一番最初プカって上がるんだけど、みんな潜ってて目つぶってたりするから、もう一回入るの。大ずるキッズでした、すいません。私早すぎてみんな見てまだいるって。大ずるキッズごめんなさい。そう、ずるしてましたね。あ、みんなまだだまだやって、もう一回潜って、でも早すぎてみんな一人二人上がってきた時に。懐かしい。そんなキッズでした私はね。そう、ずるキッズだった、ごめんなさい。そんなこともしてましたよ。そう、違う、確かに私でもね、 50m 泳げますよ。今はどうか分かんないけど、小学4年生で 50m 泳いでたからすごいよね。あ、150だっけ、150やりすぎか、え、150だっけな、 100m かな、なんか行ったり来たり行ったり来たりした気がするな。150かかもしれない、やったことあるかも。なんか全種目泳ぐみたいな、クロール平泳ぎ背泳ぎバタフライで最後は好きなのみたいな、やった気がするな。そう、すごいよね結構。あ、でね、はい、ターンはできなかったの私。だから壁タッチっていうの、なんかぐる回るふりしてなんか半回転みたいな。そう、なんかさ、絶対鼻に水入っちゃうのよ、こう回転するとね。
そうだからなんか半回転横回転みたいなしてこうやってまたやってたね。本当に私うまいのかな、なんか水泳得意とか言えないかも。もう地味になんかズルキッズだよね私今なんか話してると。めちゃめちゃズルキッズじゃん。ごめんね、なんかこんなさ全部泳げますよとか言い切ってたくせにさ、ごめんなさい、ただのズルキッズでした。ごめんなさい。でも実を言うと、あの水泳以外のスポーツは何もできません。はい、あのめちゃめちゃ運動音痴なので、そう本当にね、卓球部、そう卓球部だったんですよ。もともと中学校が卓球部で部内戦最下位でした。はい、ありがとうございました。はい、あの後輩にもね、負けたりして、はい、先輩面は一度もできませんでした。部内戦最下位。はい、もう本当にねめちゃめちゃ 弱かったというかセンスがなかったんだろうね。とにかくなんかボール見れてないって言われてええみたいな。でもさ正直言ってさ、ボールちっちゃいじゃん。あんなもうこんなんだよ、こんなんが飛んでくるわけ、猛スピードでパーンって返せるかって言ってやってましたけれども、私はカットマンだったのでね、この打つっていうかこの回転をかけて返すよ返すよってやってたんですけど、回転もかけれず網に引っかかってましたね。うん、そう、そんなことをやってました。カットマン比喩か。足でもね、足はねあんま遅くない、そこそこ速くもないし遅くもない、普通でした。足はまあまあ、うん。でも私が一番得意だったの高跳びかな、あの棒をこうやって飛び越えるやつ、あれは学年で7位とかだった。なんでやねんっていう、それだけめっちゃ得意でしたね高跳び。はっ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 、うわーってやって7位でした。そう、でも今は多分もうできない。でもロンドンハーツでやってるじゃん、なんか体力みたいな、あれめっちゃ出てみたいんだよね、体力測定みたいな、あれやってみたい。今どんな感じなのか普通に知りたいんだよね、自分がどこまでできるか。え、違う違う、私そんな得意な、なんかすごい技はできないの。そう、あのベリーロールとかさ、背面飛びとか、そんなすごい、もう私凡人ですから、全然何もできない凡人ですから、そういうことはできなくて、なんだ、ハサミ飛び、それ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 、えいえいっていう、足をよいよいっていうやつで飛んでました。うん、そう、だからそんなすごい技はできないのよ。そうそう、でもやってましたね、懐かしいです。はい、まあそんな感じですかね。もう私のこと皆さん分かったんじゃないですか、私が昔どんな子だったかとか、いやこんな感じなんだねとかね。で縄跳び、できません。あの縄跳びもあのね本当にちょっとトラウマ級なんですけれども、あのあんたロケロケターボでちょうど加入初期かな、であんたロケロケターボで体力測定みたいなことやったんですよ実は。でそこでなんか最後にまさかの大縄跳び選手権みたいなやつがあって、みたいな、でこれをクリアしないとダメですよみたいななって、みたいな、無理ですってってなったんだけども、案の定私足引っ張りまくってめちゃめちゃ引っかかって大泣きっていう、はい、あのだから縄跳びはめちゃめちゃトラウマですね。うん、もう縄なんて跳びたくないなと思いました。うん、そうだからね、大縄跳び結構ね、私の中学校かな、小学校か、小学校かな、めちゃめちゃ強豪校だったのね、強豪校、うん、めちゃめちゃ大縄が強い学校だったの。はい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 、もうこんぐらい本当に、はい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 、でみんな飛んでくるババババババって、でも私飛べないからずっと回し役、でもめっちゃうまかったよ回すのは、はい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 、で声もでかいからめっちゃいい感じだった、はい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 、そう、みんな伝わった、私の運動音痴さ結構やばいのよ私は。だから全部ずっともうはい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 ってやってた。そう、でもドンマイとか引っかかったらさ、ドンマイ次次はい。そう、励まし役、そうメンタルケア役としてもう一番大事な役ですから
やってましたね。うまく飛べない子もやっぱいるわけ。そうでも大丈夫だよみたいな、もうずっと声かけてた。私がもう全然大丈夫、どんまいどんまい、そうどんまいどんまいどんまいめっちゃ言ってた、どんまいどんまいどんまい、はい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 懐かしい懐かしいっす。やってましたね、うん、そんな人でした私はね。はい、ということで皆さんは学生時代どうでしたでしょうか。私はそんな人でしたっていう感じですね。そう考えると私って何もできないんですよね。そう、運動とか得意じゃないから何もできないんだけど、でもそれで言うと習字とか結構なんて言うんだろう、一人で黙々やるやつが好きでしたね。習字とか絵を描くとかそういうのは得意です、めちゃめちゃ。ダンスもね、全然なんか別に得意じゃないんだよね、私苦手な方だと思う、全然。そう、頑張ってはいるけどね、頑張ってはいるけど、そう別にまだ上手いって言えるまでじゃないから頑張ります。それもそう、だから思いっきり文系です。文系関係ないか、めちゃめちゃ文系です。そう、優しい、みんななんか優しい、運動音痴すぎてめっちゃ励ましてくれてる、みんなありがとうね、普通にありがとう、励みになりますわ。あ、水分取ろう、ごめんなさい喋りすぎてるからね、ごめんなさい、水分取ります。え、ありがとうございます。うんうん、美味しいです。あとこんだけ。楽器はね、ピアノ一応習ってました、でももう弾けないっす。はい、ピアノも別になんかあんまセンスなかった気がするな。そう、でもあれ弾けるよ、ファソラファドラソドソファレラファミファミレミファソドファソラ、多分千と千尋の神隠しの歌弾けます。そう、あとね、あ、でもね、でもね、でもね、保育園の頃そのなんかマーチみたいな、ジャン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 みたいな、みんなでやるよみたいなやつあるんだけど、それでなんか木琴オーディションみたいなやつがあって選ばれた。すごくない？なんかやるときはやるのよ一番腹立つよね、やるときはやるみたいな、いつでもやりなさいってことなんですけど、やるときはやっちゃうのよ、なんかってやりました。木琴は選ばれましたね。はい、そう、やればできる子なのよって言ってたらさ、何でもできただろうね、だからやればできるわけではないんだけど、そう、まあまあできたんですよその時はね。そう、でもそう考えるとお兄ちゃんがすごい人で、お兄ちゃんは何でもマジで運動お兄さん、運動の体操のお兄さんみたいな感じでしたね。お兄ちゃんは何でもできる人でした。もういつも毎年リレーの選手だった。だから私お兄ちゃんも応援してた、頑張れ兄ちゃん、兄ちゃんって言ってましたね。そう、兄ちゃんは何でもできた人、バスケ部だったけど陸上の選手に駆り出されたりとか、体操の機械運動とかに出たりとか。そう、お兄ちゃんはめちゃめちゃ、だからお兄ちゃんに全部いっちゃったんだろうね、私の運動神経が、うん、全部取られた。お兄ちゃんはすごい人でした。はい、あの有名なね、謎に有名なね、なぜかみんなも知ってるお兄ちゃん、はい、結構有名なね、運動神経グッドでございます。負けられないね、うん、私も頑張るよお兄ちゃん。はい、という感じですかね。まあそろそろ1時間経つので皆さんありがとうございます。ランキング読んでいきましょうか。いやー、なんかあっという間でしたね。私がこんなたわいもない私の過去を話していたらいつの間にかこんな時間になってしまいましたが、
まあ、お知らせで言うと、まあ、輝きちゃんの旅本日放送されたのでそちらも見てほしいですし、あと福井公演出張公演とかですね、アーカイブもまた配信されると思うのでそちらも見てほしいですし、アンレイムもね続々とイベントが決まっております。かなりね立て込んでおりますので立て込んでおります、合ってる、立て込んでるん、かなりいっぱいありますから、まあ、来れる時にぜひ会いに来てくださったら嬉しいなと思います。お待ちしています。で一番やっぱ来てほしいのはファンコンですね。12月13日に立川ステージガーデンの方でアンレイム単独のファンミとコンサートを兼ね合わせたファンコンというものをやりますので、ぜひとも皆さん会いに来てくださったら嬉しいです。あと10月30日だったっけな、なんとアンレイムのアンレイムという題名でね CD も発売されますから、ぜひともそちらもね予約してゲットしてください。はい、お待ちしてます。ということで今日は皆さんありがとうございました。ランキング読んでいくよ。それではいきます。13位田所さんありがとうございます、また見てください。12位ぐんぐんさんありがとうございます、また見てください。11位幻さんありがとうございます、また見てください。10位ナッカーさんありがとうございます、また見てください。9位ケンタくん、ケンティアットマークドボンもっと強くなろうバイクラ、バイクラノー軍より、おっとクラノーさんのファンの方がありがとう、ドボン頑張ります、またね。続いて8位島田和之さんアットマーク話したいことたくさんあるよ、あら嬉しい、あら順位変わってる、じゃあもう一回行こうね。13位くんくんさんありがとうございます、12位まぼろしさんありがとうございます、11位なっかさんありがとうございます、10位ケンティありがとうございます、そして9位島田和之さんありがとうございます、そして8位超金さんありがとうございます、また見てください。続いて7位ごめん先生ありがとうございます、また見てください。続いて6位ひろさんありがとうございます、また見てください。続いて5位田所さんありがとうございます、また見てください。続いて4位ゆりちゃんありがとうございます、また見てください。続いて3位けいしんくんありがとうございます、また見てください。そして2位ばんぼしさんありがとうございます、また見てください。そして1位はしょうくんありがとうアットマーク、お何も書いておりませんがドボンドボンかな、ありがとう、また見てください。ということで皆さん今日見てくださりありがとうございます。ラッキーカニカに行こうかな。22位マックスさんありがとうございます、マックスさん昨日もね見に来てくれてたよね、ありがとう、また見てください。さあもう一人の方いきます。はい、41位ザワさんありがとうございます、また見てください。はい、ということで皆さん今日も見に来てくださってありがとうございます。明日もねオンラインお話し会ございますから、まあ、ぜひこの配信のことでもいいですし、いろんなお話をたくさん皆さんとできたら嬉しいなと思います。では今日も一日皆さん何卒お疲れ様でした。ゆっくり休んで明日に備えましょう。来週はねかなり私忙しいですからね、皆さんもね会いに来てくれるということで、はい、ありがとうございます。来週は一緒に楽しみましょう。あとドボンも一緒に頑張ってくれたらガッツガッツ嬉しいガッツです。ということでありがとうございました。ゆっくり休んでね、またねー、ありがとう。あ、そうだ、3連休だね、3連休楽しんでくださいね皆さん、バイバーイ、ありがとう。